今回はですね、ついに起きているがですね、タフネスタブレットを発売するということですので、紹介したいと思います。今回は新しくね発表されるそのタフネスタブレットなんですけれども、えー、と品番の方は RT1 というものになります。それではスペックの方を確認していきましょう。えっ、ー、とまずはですね、タフネスタブレットということですので、IP68、IP69 系の防水防塵に対応しています。 で1.5メートルからの落下にも耐えられるということで、対衝撃性能もね、えー、まあ、当然ですけどね、タフネスタブレットなんで、当然ですけれども、対衝撃性能もあるということです。で一応、ここにね、ミルキャのマークがありますんで、見る企画にも準拠しているということと、えー、1.3メートルの30分間の水没にも耐えられるというものになっています。当然、IP68 に対応していますのでね。 いわゆるその防滴ではなくて、完全な水没状態にも耐えられる防水性能になっています。でこの端末はですね、バッテリーの容量が1万 mAh なんですね、まあ。タフネススマートフォンでは結構大容量のバッテリーを搭載しているものがありますけれども、こちらの端末はあタブレットなんですけれども、まあ、タブレットにしてもね、1万 mAh っていうのは結構大きいと思いますんで、まあ、このがタフネススマートフォンと同じようにですね、やはりタフネススマートフォンに求められている機能の一つに、大容量のバッテリーというものがありますんで、 まあこの端末もタブレットですけれども、しっかりその辺に対応しているということです。一応、連続待ち受け時間は350時間ということで、約2週間ですね。2週間の連続待ち受け時間があります。えー、とディスプレイサイズは10.1インチですね。解像度は 1200×1920 です。 ラムの容量は4イトストレージは6 4イトですね。一応、マイクロ SD カードですね。えー、利用できるようです。128GB で対応しています。で、問題の SOC ですけれども、SOC はヘリオの P22 ですね。まあ、かなり性能が低い SOC になっています。先ほどラムのところとかね、ストレージのところを見ても、まあ、4ギガの6 4イトということだったんで、まあ、そのあたりも見ても、まあ、性能が高いね、えー、タブレットということではありません。 えーまあ、ちょっとヘリオの P22 だと、ちょっとね、さすがにあの、まあ、スペック的には低すぎてしまうかなというところありますけれども、まあ、一応今回は、ローエンドの SoC を、ね、選択したということです。まあ、やはりですね、私のチャンネルはよくヘリオの P60 を絶賛していますけれども、まあ、安いとは言っても、やっぱヘリオ P60 ぐらい搭載してもらいたいなというのがね、まあ、本当のところですけれども。 まあちょっとここは個人的な残念ですが、ヘリオの P22 になっているようです。こちらの端末はですね、一応ね、SIM カードが入りますね。一応 SIM スロットがあって、ここにハイたスロットの映像出ていますね。先ほどマイクロ SD カードが利用できるということだったんですけれども、でバンドの方はですね、一応バンド1、バンド3、バンド8、バンド19ですね。一応バンド19に対応しています。まあ AU のバンド18等には対応していませんので、 まあソフトバンク系か、まあドコモの SIM カードであれば、まあ、一応使えるのかなという感じですね。でこちらの端末は、ね、タブレットですけれども、一応 GPS ね対応しているようです。あと、グロダスとベイデューとガリレオにもね対応しているということで、まあここに、ね、バイクにナビように使っている、まあ、イメージ映像がありますけれども、まあ、タブレットなんですが、一応ねそういった GPS、位置情報が取れるようになってますんで、まあ一応タブレットにもね使える。まあやっぱり、ね、タフネスマートフォンって、 あの自転車とかね、バイク用のナビに使ってるという方が結構いらっしゃいます。やっぱりね、えーまあ、バイクとか自転車ですと、まあ、急に雨に降られたりですね、まあ、もしかしたらちょっと振動等でね、落としてしまうということもあると思いますんで、まあ、そういった部分も含めて、まあ、やっぱりタフネススマートフォンっていうのが結構愛用されているんだと思うんですけれども、まあ、そういった部分ではタフネスタブレットも、まあ、ありっちゃありですけどね、結構邪魔ですよね、これはね。だからちょっと実用度はははてなですけれども。 まあどうしてもですね、大画面でそのナビをね、使いたいという方には、まあ、一応お勧めできるかもしれないですね。こちらのね、タブレットなんですけれども、一応ワールドプレミアセールということで、11月の25日からセールが始まるそうです。で、価格の二百が239.99ドルという価格がこう出ているんですけれども、ちょっとこれは高いような気がするな、2万7000円ぐらいになっちゃうんですかね。 うーん難しいな、ちょっとあのなんでしょうね、SOC の性能が低すぎているので、この価格帯だとねタフネスタブレットとはいえ、ちょっと高いような気はしますけれども、まあ、ただそのねタフネスタブレットって、やっぱ他ではあまり作っていないので、選択肢がないっていう部分で言えば、まあ、そもそもニッチな商品なんで、まあ、欲しい方であれば、このぐらいの価格でも買うのかなと。 起きてるもその辺を見てるのかもしれませんけれども、ちょっと性能っていいますかね、SOC の性能のところを見てしまうと、まさすがにタフネスタブレットとはいえ、239ドル、240ドルということですよね。まあ、2万7000というと、ちょっと割高感が強すぎるかなという気がします。まあ、もしかしたら、ですねこれ、セールの時きに、まあ、現状239.99ドルっていう価格出てますけれども、 もうちょっと安くなったりとかね。まあ、あとは価格はこのままなんだけれども、一応クーポンコードって言いますかね、割引のコードなんかが出て、まあ、もう少し価格がガクッとね、下がる可能性はあると思いますので、まだちょっと現段階ではね、何とも言えないんですけれども、ただもし240ドルね、239.99ドルで販売されるっていうことになると、ちょっと割高感のあるね、タフネスタブレットになっちゃうかなと思います。 ということで、今日はですね、まあ、ついに出たかという感じなんですけれども、まあ、ダフネスタブレットをオーキテルが、ね、発売するということです。まあ、オーキテルのね、タフネスマートフォン WP シリーズというまあ人気のシリーズがありますけれども、まあ、一応、w P タブレットっていう名前にはしなかったんですね。一応、なんか RT1 という名前になっています。 まあ、とにかくね、えーまあ、ぶっちゃけこういったタブレットが売れるのか売れないのかっていうところも含めて、オーキテルの挑戦だと思いますので、まあ、あと価格のところもね、もう少しそういった部分でいうと、挑戦価格で攻めてきてもいいかなと思いますけれども、まあ、ちょっとね、コンセプトモデルじゃないですけれども、オーキテルも手探り状態の中で出してきた、まあ、タブレットということになります。まあ、実際どうですかね、これ、えーまあ、なかったっていうね、今までこのジャンルの商品がほとんどなかったっていうところを見ると、 まあぶっちゃけ需要はないのかなと、そんなにないのかなっていうところがありますんで、やっぱりさっき言った通おり、まあ、ニッチな商品で、まあ、それほど売れない商品ではないかなと思いますね。まあ、その辺も見て、やっぱり価格設定が、まあ、ちょっと高めということなのかなと思います。はい、今回は以上です。